一日警察署長に任命されたのは、プロ野球で最も長くプレーした元中日ドラゴンズの投手、山本昌さんです。会場に集まったおよそ250人の児童らに、自転車に乗る際のヘルメット着用の大切さを伝えました。車と当たるとどうしても怪我するのはね、自転車に乗ってる子どもたちの方なんでね、一番大事なところを守るこうヘルメットっていうのはね、必ず着用してほしい。過去5年間の自転車事故死亡者のおよそ7割が頭部を負傷していて、警察はヘルメット着用の重要性を呼びかけています。